はい、皆さんこんばんは。毎週金曜夜9時は波動上げ上げないとパフパフドドン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 。はい、ということで、今週もですねやってまいりました。金曜の夜9時波動上げ上げでね行ってみたいと思います。天の声さんこんばんは。こんばんは。どうも、波動上げ上げないと盛り上げていきましょう。はい、波動上げないとって感じですね。上げないとっていうね、上げないと、まあ、そういう意味もあるのかな、うん、波動上げ上げないと。そうですよね、波動上げ上げな夜っていう意味と、うん、波動を上げないとっていう意味が実はかけられてるっていう、ね、なるほど、初めて知ったタイトルの謎を解くみたいな。ねえ、ね、でもそういう、ね、気持ちは大事かもしれないですよね。そうです、やっぱりね、まあ、先週の話じゃないですけど、やっぱりどういうふうにね、何をどうこう思っていくかとか、どう解釈していくかってすごい大切なので、やっぱりね、波動を上げようとか上げないとって思ってるとね、やっぱ波動は上がるんですよね。だから結構大事かもしれないですね。 それね、そう、いい解釈しようと思ってても波動が上がってないと、その解釈もやっぱ沈んでしまったりとか、うん、そう、やっぱりこうその、ね、思考というか発想自体が、うん、そんないい発想出ないですよね、多分。そうなんですよね。だからやっぱりエネルギーを、ね、高めるっていうのが大事で、エネルギーを高めるっていうことは、自分のエネルギーをまず高くしておかないと高いエネルギーを引き寄せられないんですよね、はいはいはい、だから自分がまずちょっとこうテンションをハイにね、まあ、あと声をワントーン高く、ね、いつもいい方向へエネルギーが向かうようにね、考えていくっていうのはとっても大事かもしれないですね、はいはいはい、そういう人同士がこう、ね、出会うことになってるんですよね、この世の中っていうのは。そうそう、やっぱりね、波動共鳴なんで、まあね、同じ周波数帯の人たちがこう集いますよね。なんかね、愚痴言ってる人たちは愚痴言ってる人たちで、うーん、集まるしね。なんかクラシック好きな人はクラシックで集まるしとかね、まあいろいろですよね。趣味もそうだし、のまあいろんなその考え方とかマインドもそうだけど、やっぱりなんかその人それぞれが持つ周波数みたいなものがやっぱり同じ、うん、類は友を呼ぶってよくね、言ったと思うんですけど、まあそういうことですよね。やっぱりまあ同じ波動じゃないとこう合わないっていうのもあると思うんですけど、あんま興味が持てなくなっちゃうんですよね、その波動が違う。例えば僕とか同窓会とか行くと、うん、その同窓会っていうのはまあね、いろんな波動があるわけで、うんうん、まあね、ただそこの同じ地区なだけで集められた集団なので、確かに合わないんですよね、その、うん、でだから例えばね、こう何かを目指してるっていう、そういう集会であれば、そういう、ね、何かを目指すとか希望を持って生きるみたいなっていう集まりだと、なんか似たような波動なので、なんか面白いんですよ、うん、確かに。だからそういう意味ではこう、ね、同窓会とかっていうのは、まあ、あまりこう言って分かったんですよね、僕が。あ、それはもしかしたら僕自身がなんか、ね、こう生きてて、だんだんこう波動がね上がっていったのかもしれないし、まあ、下がってるかもしれないし、まあ、とにかくこう同じ考え方とかじゃないので、こう過去の自慢をするとか過去の話とか僕はあんま興味 なかった時期っていうかね、うん、でそういうのするんですよね、うん、同窓会は。あの時、中学のあの時がこう、まあ、1回ぐらいはいいんですけど、それを何回も話しても、いやもうそれ聞いたしもうなっていう感じにちょっとなっちゃったっていうのはありますね。まあね、同窓会ってただ本当懐かしさをね、こう、はいはいはい、まあ、振り返るっていう、うん、あと今何やってんのっていうね、まあ、どれだけ変わったかっていう、まあそれぐらいのものなのでね、まあね、さっき面白い表現されたんですけど、その、ね、その地区で切り取られたっていうか集められた人たちってすごい面白いですよね。確かに本当ですか、ね、そうそうそう、だってその町に学校があって、その行政の結局くくりの中でその学校に通う人たちってある程度こう決められてるわけですからね、はいはい、特に田舎なんか行ったらもうね、なんとか町はこの小学校しかないみたいな感じだと、どうしてもそこにこう集まるし、はい、まあクラスが何組かあったにしろ、まあね、例えば100人いて
50人50人で2クラスとかね、そこはただもうなんか適当にって言ったらあれだけど、まあ、2つに分けられただけのチームなんでね、はい、まあ、いろんな人いますよね。考え方で集ってるとかそういうことではないと思うので、はい、まあ、中学行ったりとかあと高校行ったりとかだんだんねその進路が選べるようになって、ほら理系クラスとか文系クラスとか、はいはい、あとまあいろんなねその部活もそうだけど、あと専攻みたいなのもありますよね、音楽とか美術とか、なんか好きなことをこう選んでやるみたいな、ちょっとずつこう出てくると、なんとなくそこではねこう共通の目的みたいなものがあるんだけど、そこからまた学校を出て社会に出れば公務員になる人がいたり、ね、起業して社長になる人がいたり、普通のねあのサラリーマンになって営業してる人がいたり、ですぐ結婚して主婦になって子育てしてる人がいたり、まあいろんな道に羽ばたいていきますからね。そう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 。それで10年後に集まった時に今何やってんのはいいけど、はい、そっから先の会話ってなかなか難しいかもしれないですよね。はい、そういう意味では今思えば小学校ってね地獄なんじゃないかなと思うんですよね。あの波動が合わないわけですよ、うん、その中にこう集められた集団なので、そういう波動的に考えると、うん、結構過酷な時期っていうのがやっぱり小学校中学校までが、うんうん、結構過酷なねっていうかね大変ななんじゃないかなっていうふうに思います。あ、そうですね。だから僕なんか小学校、うん、中学校なんてもう勉強しかやることなかったんで、はい、もうすぐ勉強してすぐいい成績取っちゃいましたけどね。うん、うん、いいですね。あれここはなんかええとか笑うとこだったんですけどね。ええっつって、いや、まあ、あのまあでもあのそ本当にそうだったのかなとちょっと信じちゃいましたよね。いやいや、でもね、まああの、うん、田舎だとねやっぱりのもうちっちゃな学校だとねもう本当クラスもねそんなになかったりとかするともうずっと一緒ですからね。同じクラス、まあまあまあ、小学校の1年からもう中学卒業するまで同じクラスみたいなね。だから逆に言うとなんかもう慣れ合いっていうか、はい、ね、まあ、そんな感じにもなっちゃうので、はい、クラス替えの楽しさとかはないとかね、はいはいはい、まあ、そういう感じですからね、もうずっと一緒ですよね。だからもう小学校の頃になんかこうクラスって大体あるじゃないですか。なんかね、もう今は時代的にそういうのダメになってきたけど、なんかボスみたいなやつがいて、はいはいはい、うん、なんかいじめられちゃいそうなタイプのやつがいて、はい、まあ、女子は女子でね、なんかすごい勉強できるやつがいて、はい、全然ダメダメな子がいて、なんかいろんなね、まあ、そういうのがなんとなくこうできちゃうと、特に田舎なんか行っちゃうとね、本当そのクラス替えとかがあれば、あの大きな学校でねまだそこで一回シャッフルされるからいいんですけど、はいはい、ずっとね一クラスとかだともうそれがずっとボスだずっとボスのまんまみたいな ね、 あ、ジャイアンは永久にジャイアンみたいなまあそういう感じですよね。スネオは永久にスネオだみたいな、はいはいはい、なるほどね。 そのままただスライドアップしていくだけみたいなね、はいはいはい、そんな感じなんで、まあ、僕の場合は勉強しかやりたくなくて勉強ばっかりやってたんですぐいい成績取っちゃうんですけどね、はいはいはい、おーいってあ、ここですね突っ込むとこはねそう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 、できすぎかっつって、まあそういうことなんですけどね、はいはい、そうですよね。そうそう、そういう意味ではね、こうやっぱりね、こう、テゴさんちなみに今その同窓会とか行かれたりとか、今でもそういう昔のそういう仲間と会って話すとかそういうことっていうのは結構あったりするんですか？いやもうねないですね。あ、ないですか？同窓会っていうものが皆無ですね、はい、皆無本当ですか？うん、最後にやったのいつぐらい？多分30年前とかそんなレベルぐらいの、そう、もうそんな感じなんで、で高校の同窓会とかっていうのは1回もないんですよ。あ、本当ですか？1年の時も2年の時も3年の時もクラスが違って、はい、1年5組、2年6組、3年4組だったけど、はい、うん、1回もないですよ卒業してから。そんな寂しいですね。そう、それはそれでね、でほら記憶の中では高校時代のほらその年齢の時の、はい、ほらそのクラスメートとかも、はい、
ね、何子ちゃんはもうこういう顔だしとか、あの何尾くんはもうこんな感じとか、ほら頭角刈りで眼鏡かけててとか、はい、その時の当時のイメージがまだ今も残ってるわけですよ、はいはいはい、その高校の時の、うんうん、それしか見てないからそれしか記憶にないわけで、はい、そっから多分ね30年40年経って会ったらもうみんなね多分大変なことになってますよね、うん、いや大変ですよ、うん、そう30年経ったとしてもほら18だった子が48ですよ、はい、はいはい、うん、だから18だったね男の子が48ですよね、うん、下手したらもう髪の毛抜けちゃってるとかさ、そんな感じですごい、だからそのいまだにその時の高校時代とか中学時代のそのクラスメートのイメージのまま残ってるんで、はい、なんかねそのギャップに耐えられないような気がしますよね。見てみたいっていう、うん、なんか怖いもの見たさもあるけれど、はいはい、結構ね、うん、ハゲてる方も多かったですねやっぱり。まあやっぱりね、まあしょうがないですよね、まあね年代とともにね、まあまあねそれはしょうがないですよね、うん、だからまあしょうがない。まあでもまあね面白いですけどね、そのね、いろんな人の人生が聞けるっていう意味では面白いと思いますけどね、うん、そうだからね、まあ、人生を知ることだからすごい老け込んじゃう人もいたり意外と若い人がいて全然変わんないねっていう人がいたりもするし、はい、ほら同窓会とか、まあ、特に同級会とかだったらもうあの年齢一緒だったりするじゃないですか、その高校の時の何年何組の同窓会みたいな感じだと、はい、同級生なのになんかいや全然親子かっていうぐらいすごい老けちゃってる人がいたりね、一方すごい若かったりとか、はい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 、そんな違いも出てくるのも面白いですよね。なんかあこいつ苦労したんだろうなとかね、なんかそうい こう顔に味が出てきちゃう感じとかね、はい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 、やっぱりあるなって思いますよ。そう、あの顔にねやっぱりストレスっていうかその生きてる人生の、うん、こう大変さとか楽しく生きてんだなっていうのは出ますね、露骨に出ますよね、出ます出ます、うん、だから昔イケメンでかっこよくてみたいな、あこの人はいい人生を送るのかなっていう人が老け込んでたりとか、そう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 、意外とね疲れちゃってて、みたいな、高校時代めちゃめちゃイケメンだったのに、みたいなね、がっかりしたよみたいなね、あのそう展開とか、うんね、まあいろいろあるでしょうね。まあそういう意味ではちょっと一回やってみたいなっていう感じもなきにしもあらずだけど、多分ねそう幹事とかがいないんじゃないかなっていう、誰もそもそもほら同窓会やろうと思ってもその時の何十年前の中学とか高校の時のなんかクラスの人間をまず探すのが大変で、はいはい、なんかどうやって連絡して出血取ってとかやってるの間に疲れちゃってもういいかみたいなね、はい、なんかやめちゃうみたいな、意外と連絡取れなかったりする場合多いですからね。そうそう、だから連絡の取りようがね、今はなんか SNS でみんなつながってるみたいな感じで、まあ、はい、ね、あのそういうのでつながってる人もいるかもしれないけど、だって小中高で SNS でつながってる人なんて僕一人もいないですからね。あ、本当ですか。あの女子ゼロですよ、ゼロ。女子はあれですもん、あの名前名字が変わっちゃうんで検索できないんですよ、うん、そうだからもう結婚しちゃって引っ越ししちゃったらもうアウトですよね、ほぼね、ほぼほぼアウトですよね、うん、で実家に電話してあの何子ちゃん あの何々高校の何子ちゃんのご自宅ですかとかって言ったらもうなんかお父さんお母さんとかはもう相当な年になっちゃって、はいはいはい、もうね、うん、なんかいたにしてみても相当年配だし、はい、なんかもう結婚してもうどっか行ってそっから転勤でみたいになったらもうね足がつかないっていうかもうつかまらないですよね。つかまない、親もつかまらないぐらいの感じなねところもあるかもしれないですね。うん、うわーなんか同窓会か、なんかやってみたい気もするけど誰かやってくれたら行ってもいいけどみたいなね、はいはいはい、まあ、そんな感じですね。そうですね、まあ、あのいろんなねこうでもね、ないっていうことはまあ
やんない方がいい、まあ、やって、まあ、自然の現象ですもんね、そういうね、起こる起こんないっていうのはね。そう、高校までは皆無だな、本当に誰にも会ってないっていうかね。本当ですか。そう、だから今思えば、そう、その小中高でなんか出会った人脈ってなんか全然機能してないなっていうかね、お互い様なんだけど全然機能してなくて、やっぱりね、なんかまあ中にはあるけどね、そのお笑いの漫才師とかでもね、もう小学校で出会ってね、同級生でとかってこうなんか何二人組でさ漫才やったりとかしてる人も中にはいるけれど、そういうのってやっぱ稀ですよね、はい、うん、確かにね。本当になんかそうやって考えると、なんか僕なんかやっぱもう田舎だったんでね、やっぱり出ちゃったんですよね、はいはいはい、高校から下宿して出ちゃうから、地元の高校に行った人たちとはもう会わなくなっちゃうし、はい、うん、で町に出ちゃったら今度アウェーなんですよ、そこはね、アウェーなんですよね、はい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 、出ていくからね、うんうんうん、そう、他の地区から下宿してくるから、地元からステップアップしてきた人たちの中ではちょっとアウェー、うん、あ、そういうことですね、だからね、うん、そうそう、まあ、そういうのもあったりとかしてね、なんか高校の時からちょっと下宿を始めたりしてやってましたね。ああ、そうだったんですね。結構だからね、こう昔の人とはこうつるまない、今はねこう全く縁がないっていう人多いと思うんですけど、 かといってでもね、過去その時じゃあ無駄だったのかっていうわけでもないわけですもんね、その時はその時でね、うん、こうそうそうそう、だから今のだから波動とか今のね自分の興味あることとかで、まあ近い人がまあ今ねこう周りにいて、それはそれでね自分がこう引き寄せてるということなんで、まあその時その時をまあ楽しく生きていくっていう感じですよね。そうですね、だからまあね、人生はやっぱり何があるか分かんないですけど、その時その時ですよね、ずっとなんか引きずっててもね良くないし、どんどん新しいところに行って、で出会う人たちとやっぱり楽しくやって、で自分がどういう場所が居心地がいいのかっていう、それをこう求めつつ、お互い様で、ね、居心地のいい人たちが集まってきて、うん、なんかそんな感じでこうね、常にこうちょっとずつ新陳代謝しながらこう進んでいくような感じがベストなのかもしれないですよね。そうですね、やっぱり未来一緒に楽しめそうだなっていう人と長くねこうつながるのかなとは思いますけどね、そういう意味では、うん、そうですね、だからまあ今やっぱりね、今年はそうそう、トークライブとかでね地方に、行って、まあ、この間ね千葉でやってきたんですけど、まあ明日いよいよ京都のねトークライブ、まあ今日前日っていう感じなんですけども、そうですよね、うん、まあ、そういう感じでいろんなところに行ってね、また新たなこう出会いがあったりとかして、で、まあ、今回そうね、まあ、僕もなんかこういろんなところに行って初めて出会う人たちっていうのがね、まあ、どんな感じでこう聞いてくれるのかとか、まあ、できればね皆さんと本当お話ししたいなと思うんですけど、なかなかね、はい、うん、もう限られた時間の中だとね、一人一人とお話ししたりとかっていう機会はもう本当もう全然できる時間余裕がなくてね、なんか本当もうそんな感じなので、本当はもっとね本音で言えば、いっぱいお話できたらいいなと思って、はい、夜はちょっとね、うん、飲み会みたいの懇親会とかね、まあ、そういうのをやるんで、はいはいはい、夜はね、なんか、ちょっとお食事しながら、うん、まあね、少しお話できる機会っていうのも、まあ、作ってはいるんですけどね、はい、でそういうねこういろんな人と、ね、出会って話した中で、やっぱりこうおってこう気になったりとかする人っていうのは、まあ、その人とだとやっぱりなんか今後も一緒になんか楽しくできそうだなとか、あ、そういう考え方いいなとか、多少そういうなんか波動が合いそうな人だと、やっぱり天国さんもあ、この人はちょっとなんかあれだなって特別感があったりとかっていうのは感じたりするんですかね。うん、そうですね、なんか特別感というよりも、はい、なんかねそんな席からいろんなことが始まっていくこともあったりするんですよね、はい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 、うん、だから
そうそう、昔はね、そう、あのアメリカからね、あの前にもお話したかもしれないんですけど、テリー・サイモンズさんという人が来て、あの日本に来ていて、はい、伊勢神宮の、ね、ツアーっていうかリトリートやったんですよね。伊勢神宮に行って、はい、夜ねたまたまあのお食事をして、だから僕はそのリトリートツアーにあの参加してた参加者の一人だったんですよ。あの、はい、もう一人ね、あの友人の占い師と一緒に行ってたんですけど、で参加してて、夜じゃあちょっとご飯食べに行こうよなんていうことでご飯食べに行って、そしたらね、あのそのテリーさんが北海道行きたいなみたいな話があって、北海道のなんか素敵みたいなことを言ってたんで、はい、あそういえばなんか天国さん北海道に前住んでたんじゃない、うん、半年だけ住んでたよとか、じゃあ北海道わかるじゃない、札幌やろうよみたいな話になって、はい、でそこから今度そのテリーさんを北海道に連れて行って、その北海道でセッションをやるっていう、北海道担当を2016年から17、18、10、コロナになる前まで4年間ずっとやってたんですよね、はいはいはい、みたいな、はい、こういうことが、これあの伊勢神宮のリトリートに行って参加してて、そこでなんかたまたま夜ご飯食べている時にこういうことが決まったりするわけ、はい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 、なので、うん、今回まあトークライブとか、ほら僕がねあのやってるイベントに参加してくれる人が、例えばあのどこかの神社がなんかねの話をしてて、なんかそこでなんかまた今度やることになったりとか、なんか次のイベントにつながったりとか、まあ、いろんなね、実はあの人と知り合いなんです、みたいな、そういう展開とか、はい、まあ、いろんなことがね、こう、やっぱり話すと分かるわけですよね。はいはい、トークライブだと一方的に喋って、一方的に演奏して、まあ、時間も限られてるんで、あっという間なんですよね。はいはいはい、で、終わってなんかね、最後サインとかちょっとして、まあね、そんな感じでもうバタバタバタっとね撤収しちゃうので、まあ、本当あっけないなっていう感じで終わっていくんですけれども、はい、夜のねちょっとしたそんなお話からそういうことが、お話が広がったり、はいはい、していくっていうことがあるので、まあ、そういう意味では、何が出るかなじゃないですけど、はい、なんかねたまたまその時のご縁でこんなことが始まりましたみたいなことがね、はい、ちょいちょいあったりするんです。そういうなんかこう新しい発見っていうかね展開、はいはいはい、そういうもの見えたりするので、まあ、そんな可能性も秘めつつ、なんか懇親会とかやっぱり楽しいなっていう感じはしますけどね、はい、そうですね、まあね昔のちょっと話になっちゃうんですけど、ね、僕らもあの神田正則先生のね、はい、会でうん、隣の席だったんですよね、あの僕とたまたまね、はい、そうですね、一番最初ね、そう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 なんですよ。 僕はその時こうタオンさんがねこうその神田正則さんの会で演奏するっていうところでちょっと手伝いに行くっていうのと、あ、ね、そうね、同じテーブルでしたもんね、同じテーブルで、ね、一番前のね、そう天国さんで、その時ちょっと僕マジシャンにすごい興味あってマジックをねちょっとやったりとかそうそうそうしてて、そこにレネショ大国さんとお話が、ね、たまたま隣だったんでできたんでね、そう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 っていう出会いでしたもんね最初は。そうなんですよ、一番最初はそうだったけれどですよね、はい、まあ、そこからちょっとねなんかまた今度飲みましょうみたいな話をしつつ時が過ぎ、はいはい、で再会したタイミングでたまたまねこのラジオのラジオ局開局のタイミングだったんで、まあね、はいはいはい、そんなのもあってみたいなね、まあ、ちょっと面白い展開でしたよね。本当にそう今思うとね、本当に、ね、ちょっとしたねこうなんかの会とか懇談会のたまたま席が近かったっていうところから、そうそうそう、こういうふうにもうね何年もこの番組もやらせていただいてるので、そうですよね、本当本当すごい覚えてますよ、席、ね、どこに座ってたかとかね。本当ですか、はい、そう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 、結構ね、僕も本当に鮮明に覚えてます、あの日は。ね、一番前のね、はい、一番後ろから見たら一番右の前のテーブルですよね。そうですよね。角もね。はい、すごくね、いい回だったしもね、すごいやっぱ有名なね、いろんな方がいて、ね、そう天国さんのね、その時にね、仕事とか聞いた時にすごいびっくりしました。そういう世界の方と話すことってあんまりなかったので。そうですね、ちょっと変わってますもんね、はい、なんかね、そうですね、そこからすごい魅力的だなと思ってて、まあ本当に
今もねこうやって番組ができてることを本当にね幸せに思ってるんですけど、すごい学びで、そうそうそう、だ本当に何があるか、ね、ちょっとしたきっかけでねこうなるかもしれない、本当に長いつながりになるかもしれないしっていう話じゃないですか。そうですよ、なんか懇親会からなんか新しいことが始まっていって面白いよねみたいなね、なんかそんな話をしていたら実はこの2人の出会いもそうだったよねって話ね。いや、そうなんですよね。それでたまたまね、ラジオ局をねこう開局することになりましてっていうところに、まあね、天国さんもね、そうそうそう、YouTube の配信とかの話もねいろいろとその時、うん、ちょうど噛み合ったんですよね、そのお互いのねこうニーズというものがね、タイミングが良かったですよね、あれ以来で。 なんかそうそうそう、久しぶりでしたもんね、久しぶりになんか会って、 どこだったかしら、あのショッピングセンターのなんか2階みたい なんかカフェみたいな、あの、ねね、川越まで来ていただいてね、天国さんにすごい足を運んでいただいて ね本当に、そうそう、たまたまでも車でね行ってたんでね、そうそう、たまたま行く用事があったんですよね、あの時ね。だから不思議なタイミングで、たまたま、そうそうそう、その時なんだけど、やっぱり遡るとそうですね、神田正則さんのところのね、そう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 、あの懇親会の席が隣だったみたいな、まあそこから始まって今も番組やってるみたいなね、はい、そうだからそういうことがねいろんなところでやっぱ起こるんですよね。だからまあこの番組をねこう聞いてらっしゃる方もやっぱりちょっとこう出かけてみて、そう、あとはねセミナーにしろイベントにしろ、やっぱりね、そう、まあそのイベントもいいしセミナーもいいし、まあライブも講演会もいいんだけど、やっぱりねなんか美味しいものは、食べ物以外の美味しいものはやっぱり懇親会に落ちてますよね。ああ、そういうことですね。懇親会に落ちてるんですよ。だってほらトークライブもそうだし講演会もそうだけど、はい、その講師と話ができるタイミングなんてまずないわけですよ、はい、その講演会の会場なんて、はい、入場してパチパチパチって言って話して終わったらパチパチパチで退場しちゃうわけなんで終わりじゃないですか。でそこで帰っちゃうのってちょっともったいないなっていう感じがねやっぱりあるんですよね。だから僕はね、はい、そうやっぱり美味しいものは食べ物じゃなくても、はい、うん、もちろん料理もいいんだけど、はい、やっぱりね懇親会っていうのをね僕自身もすごくやっぱり大切にしてきたんですよ。その、はい、サラリーマン時代も、はいはい、なんか独立とか起業とかいろいろちょっとね気になってる人がいて、そのセミナーをこうなんか耳をダンボにしてそのセミナーを聞きに行くんだけど、終わった後の懇親会勝負みたいな、なんかね、そこでお酒飲んだらまたなんかいい話聞けるんじゃないかみたいなね、はいはい、まあ、そんな感じもあってね、すごいずっと一生懸命こうなんか耳をそば立てるようにして、ね、食い入るようにこう話を聞いてた覚えがありますよね、はいはいはい、うん、いやすごいね、いい話ですよ。そのね懇親会に美味しいものが隠されているっていうのはね本当に、うん、ね、普通のだってセミナーっていうのは、ね、ただ一方的に聞いてるだけであって、そうそうそう、ね、お話が実際できるわけではないですし、ただ、ね、うん、そうなんですよ、懇親会を話したところで何かきっかけがあったりとか、そういう場所じゃないと、うん、きっかけはないですからね、正直なところ。そうだって、まあ、その誰かの懇親会、何かの懇親会のと行くと、やっぱりその先生とかその人とお話もできますからね。そうですよね、うん、それがやっぱり一番大きなチャンスっていうことかな。だから僕も振り返るとね、いろんなところでそうやって、ね、はい、さっきの札幌の話もそうだし、うん、はいはい、このラジオの話もそうだし、はい、いろんなそういう場所からやっぱりね、なんかこうご縁になって広がってるんで、はい、まあ、今日もなんかね、その懇親会にとっても素敵なものはいっぱいそこにありますよっていうね、お話ができてよかったなという感じですね。ということは京都の皆さん明日ですからですよね、はい、明日の懇親会はもうすでに、ね、締め切っておりますけれども、はい、満員御礼ということでね、はい、もう明日懇親会20何人かな、結構盛り上がると思うのでね、まあ、申し込みされた方はぜひね、楽しくやりましょう。はい、ということで今日もあっという間の30分でしたけれども、最後までねお聞きいただきましてありがとうございました、はい、ではまた来週は今度高野山だな、
はいっていう感じなんですけどね。はい、また来週お会いしましょう、はい、今日も最後までありがとうございました。ではまた。